どうも、ビーレジェンド鍵谷です。本日はですね、もう少し前からね、発売されてるんですけれども、ビーレジェンドカゼイン&ホエーの、新しいフレーバーですね。じゃじゃん。じゃじゃん。はい。大人のミルクティー風味でございます。大人のミルクティー風味ね。で、この大人のミルクティー風味は、今までは、いちごのですね、いちごミルクがあったんですが、まあこうね、ちょっとまあただ甘いだけじゃなくてこうさらっとね飲みやすいような、まあ夜用っていうこともあってね、寝るときに飲む、あるいはまあ長時間食事が取れないときなんかに飲んでもらうためのカゼイン&ホエーですので、早速飲んでみたいと思います。で、よくねこのカゼイン、カゼイン&ホエー飲むときになんかドロドロするっていうお声をよくいただくんですが、あのカゼイン&ホエーっていうのは吸収をゆっくりするっていう特徴があるっていうことから考えるとですね、このドロドロしてるのが普通なんですね。ドロドロしてるのが普通なので、あの原則ドロドロしてるものだと思ってください。そして、ビーレ、これ今水入ってるんですが、今これ300入ってますね。で、大体通常でしたら普通のビーレジェンドだったら200で飲むんですが、あのカゼイン&ホエーはこのドロドロしてるってこともあって少し水分多め、250から300ぐらいで飲んでもらっても少しこうドロドロ感が出ますというものなので、まずそれは知っておいてください。このちょっとねドロッとした感じがあるということで、溶けが、ごめんなさい、吸収をねゆっくりしてます。ではいつも通りこれ4杯でいきます。1杯、2杯、3杯、4杯ということでね、あのいつも通りね先に水分を入れて、まあ水ですね、水を先に入れてそれからプロテインを入れるようにしてください。これ順番が逆だとね、あの表面張力でシェイカーにくっついちゃって溶けにくいってこともあります。そしていつも通りローリングシェイクね、いきなりシェイクするんじゃなくてちょっと回してもらうといいです。回してからシェイクします。で、このシェイクもビーレジェンド結構ね比較的溶けやすいのでもう少しでいいと思います。で、あの水はキンキンに冷えた水じゃなくて常温が理想です。あの冷えた水であったり牛乳であると溶けにくいです。もうカゼインで牛乳だったら本当溶けにくいと思います。で、今ぐらいのシェイクでこんな感じです。蓋を見てもらうとこんな感じでね、こんな感じね、はい。ということで、では早速泡立ちもまあこんな感じなんですが、早速飲んでみたいと思います。あのね、まあダマは全然ないんですけれども、このやっぱりこう舌触りがね、こうなんていうのかな、いちごミルクもそうなんですが、これもあります。カゼインシリーズはあります。飲んだ味の感じは大人のミルクティーの名前の通りミルクティーなんですけれども、なんていうのかな、コンビニとかで売ってる、ペットボトルのミルクティーあるじゃないですか、まあ、社名は言いませんけれども、あんな雰囲気想像してもらったらいいと思います。大体300でシェイクして飲むと、そのねミルクティーの味がします。なので、まあ、夜寝るときとか間食には、まあいつものねいちごミルクの、甘い美味しい感じ、まあ、もちろんこれもちょっと甘めでね美味しいんですけれども、甘いのよりも、まあ、こう普通にね飲む、まあ、紅茶みたいな感じでね飲むっていうイメージを したのであれば大人のミルクティーいいんじゃないかなと思います。ということで、ビーレジェンドカゼイン&ホエー、これは吸収がゆっくり7時間8時間かけてゆっくり体を吸収してくれるっていう、夜寝るときとか、なかなかね食事をこうまめに食べれないようなとき、栄養補給ができないときなんかにぜひ飲んでもらいたい、プロテインでございます。ということで、ちょっとレビューしてみました。溶け終わった後のシェイカーですけれども、こんな感じで、この確かにシェイカーになんか縁にはついてますけれども、これダマというよりもカゼインの特性上こんな感じになります。はい、ということで今回はビーレジェンドカゼイン&ホエー大人のミルクティー風味のレビューでした。それでは皆さん、またお会いしましょう。さよなら。